講師の朝は早い。いつも7時には目覚ましを鳴らす。でも今日は休みの日なので二度寝をします。時刻は12時。寝すぎたな。ここから気候主の遅めの一日が始まります。目を覚ますためにまずは顔を洗います。そして歯ブラシ用人間で歯を磨きます。これで顔もお口もすっきりです。朝の日課のお掃除です。これで心も家もきれいになった気分になります。人間を使った弱点を守るトレーニングも欠かしません。これをするかしないかで生存率が変わってきます。人間マスクでコロナ対策も欠かしません。今日もいっぱい気候に走ります。いってらっしゃい。チャンネル登録お願いします。